皆さんおはこんばんちは、エンターテイナー鍋です。さあ本日も始まりましたダンデラインオスタジオ。今回ものんびり気ままにまったりとゲーム攻略していきます。この動画のパート1をご覧になられていない方、この動画の趣旨や注意事項などを説明させていただいてますので、パート1の動画もぜひぜひご覧ください。それではゲーム攻略に入らせていただきます。どうぞ。ほい、ドラゴンクエスト11実況プレイのパート16やっていきたいと思います。バクラバ砂丘の方で、地獄の砂漠の殺し屋かと呼ばれるような、サソリの化け物が暴れ出して、巡回中の兵士が怪我をするような事態に発展してしまいました。一応ね、王様の方では、ファーリス王子の方に、その魔物の討伐を頼んでいたというか、指示命令していたわけなんですけれども、まあ今までね、一切の努力をしてこなかったあの王子には、おそらくそんな化け物を倒すなんてことは到底無理でしょう。まあせめて少しでもね、勇気を振り絞ってくれれば、それに心を打たれる民衆っていうのもね、少なからずいるんじゃないかと思うんですけれども、まあ怪我されても困りますし、それでね、命の大樹の枝の剣も、うやむやになってしまっても困りますので、まあしょうがないなということで、まあ、用心棒というか、そういったことをちょっと受け負ってやろうかなという次第でございます。ではバクラバ砂丘は、このお城の裏手というか、裏手ですねの方にあるということで、早速向かいましょう。もう待ってんな。揉めてるぞ。なぜ魔物を捕らえると言ってしまったんです。戦うのは私たちでしょ。今回ばかりはいくらなんでも無理ですよ。待て待て、心配しないでくれ。お前たち、とびっきりの助っ人を用意したんだ。ん、まあ黙って王子の声出ましょな。よし、来たな。紹介しよう。ナベさんとその仲間たちだ。彼らに砂漠の殺し屋を捕まえてもらう。砂漠の殺し屋がいる魔中の住処は、バクラバ砂丘の、という場所の一番奥にある。まずは西の関所を抜け、バクラバ砂丘に行こう。よし、行くぞ、お前たち。ねえ、ねえ、サソリちゃんを捕まえに行くんでしょ？楽しそうじゃない。私も混ぜて。きたー。俺このキャラ結構好き。うさんくささたっぷりだけどね。サソルちゃんなんて楽しいもんじゃないぜ。だいたいあんた旅芸人だろ。サーカスの方はいいのか。ふん、サーカスよりもあのお坊ちゃんのことが気になってね。ね、私もついてっていいでしょ。まあね、頼もしいしいか。あなたならそう言ってくれると思ったわ。足手まといにはならないから安心してね。それじゃ張り切っていかよ。まあ旅芸人といったら、ドラクエシリーズでは、もう万能職というか、まあ、企業貧乏というか、そういう職業なのでね、まあ、特別心配はいらないんじゃないかなと思いますけれども、じゃ早速ね、セクションの方に向かいましょう。そうね、5人だよ、5人パーティー。ずっとこのまま行けばいいのに。抜けましたと。アイテムは特にないか。よし、この先はバクラバ砂丘。あの砂漠の殺し屋が現れたため、断固として通すわけには。おや、もしあなたたちが王子様の助っ人の。失礼いたしました、王子様より伺っております。どうぞお通りください。じゃあ通してもらうよん。クエストでね、
あの中央のあたりにあるバクラバー砂丘の、バクラバー石群かにいるこちらね、あのワイバーンドッグ、これをね夜のこの石群のところに、まあ、多分夜だとね出てくるわけなんですけども、それを神や鍋やセーニャの連携技である、ビーストモードですね、それを発動させて倒すことでクエスト達成っていうことなんですけどね、なかなか3人同時にゾーン状態に入ってるってことはなかなか難しいので、2つ以外でやると思います。さあまず行きましょう。直前にねキャンプ地があるんで今まだ温存しないでいきます。まあ、ワイバーンドッグって言ってますけどもね、ちょっとドラゴン系のモンスターなのでドラゴン斬りが有効ですね。ヒッ、地獄のハサミ、こいつ買ってんだよな。ドラゴン斬り強えな。スリープだか、いよ当たってねえぞ。スリープだか、硬い。あ、いい感じ。直系の敵はね、なるべく戦っていきます。ワイバーンドッグ先無視したけど、魔物の群れを取り囲んだ。よっしゃ、枯れ草ネズミ、こいつらネズミなの？神、ぜひともその寝てるやつに、ああ、おっしゃったあの、ヒプノスハントね、寝てる敵に6倍のダメージ。あ、いたいた。ふう、ようやく休めそうな場所に出たな。とりあえずここで休んでいくとしよう。サソリを捕まえるのはまた明日ってことで。別についてこんでもいいのにね。なんだ、あなたも来てくれたのか。見ての通りだ。明日に備えてここでキャンプを張ることにしたからな。ええ、心で休むのは賛成だわ。サソルちゃんは手ごわいと噂だものね。ナベちゃん、私たちも戦いに備えて休みましょう。どうしよう。いい気なもんだな、本当に。あなたたち、男2人、女2人の4人旅なんてロマンチックじゃない？どうして旅なんかしてるの？今はまだ全てが明らかになったわけではありませんが、勇者にまつわる伝説、その全ての謎を解き明かすために命の退場を目指す旅をしているのです。もしかしたら世界に最悪をもたらしたという邪悪の神と戦う日が近い将来訪れるのかもしれません。ダメよセーニャ、見ず知らずの旅芸人にそんなことまで話しちゃ。へえ、みんなの笑顔を奪うとする邪悪の神ちゃんって悪い奴がこれから復活するかもしれなくって、あなたたちはそれを倒すために旅してるっていうの？何それ、面白そうじゃない。こんな話を飲みにするなんてあんた変わってんな。そういうシルビアはどうなのよ、なんで旅をしているの？私のことはいいわよ。さ、明日はソソレちゃんと決戦よ。おしゃべりはこれくらいにして寝ましょう。なんでよ、もったいぶりやがって。ったく、変な奴だぜ。なんか狙いがありそうな気もするな。こう考えると。では、もうすぐそれと決着かな？あら、おはよう、鍋ちゃん。昨夜よく眠れたかしら？いよいよ、サソリちゃんとの決戦ね。
ファーリスお坊ちゃんたちなら明日の早いうちに出発したよ。さあ、私たちも先に進みましょう。キャンプはいいんだけどさ、セーブはしたい。はいか、なんとかなるっしょ。警戒してるね。この辺りにいるはずなんですが。なんだ、どこにもいないじゃないか。仕方ない、砂漠の殺し屋は僕を恐れて逃げたと父上に報告するとしよう。油断すんなよ。いや、これはでかいぞ。いえ、出た。お、王子、砂漠の殺し屋、デスコピオンです。でかい。さあ、サソリちゃんの出ましよ。騎士の国の王子様らしいところを見せてあげて。今にもしびれそうな勢いだ。もうしょうがないよね。兵士ちゃんたち、お坊ちゃんを頼むわ。さあ、ナベちゃん、行くわよ。しょうがねえな。さあ、相手になってる。ここまで来て、やっと、ボス戦っぽい BGM になりますね。よし、では、ナベとベロニカは、命令させろにします。火炎切りで、ルカ2を使っておこう。これでだいぶダメージを入れやすいはずだ。ナイスピオラ。火炎切り、じゃあボミエも入れとこうか。出ないね。よし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 。あ、混乱した。まあきっと、お、痛い。よし、ナイス。スーパー来た。お、今のベロニカからしたらやられたな。お、寝た。系統多分起きちゃうな。お、起きた。起きなければ神の一撃がいい感じに入っただろうにね。ヒプノスハント、ヒプノスハント狙いにくいんだよな。火炎陣、あ、ちょっともったいぶれかった。何か火炎切り、メラ弾くって。おお、スティックでダメージ20も入る。相当柔らかくなってんな。火炎陣、おー、ナイス。火炎切り、落とした。オッケー、いい経験値、レベル16。でも多分これでも全然スキルポイントは足りてないと思うですね。うん。16ポイントぐらいそんなもんね。だね。残り12ポイント。まだまだだ。さーて、砂漠のみんなを苦しめるサソルちゃんにはお仕置きをしなきゃね。
なんだ、砂漠の殺し屋といても全然大したことないじゃないか。お前たち、いいな。これは僕の手柄だと説明するんだぞ。だからさ、それがもう悪循環でしょうがよ。はい、もちろんです、王子様。君のおかげでなんとかなりそうだ。本当にありがとう。今度こそ虹色の枝の剣は地中に掛け合うから安心してくれ。あなた、本当にこれでいいの？こんなやり方で名誉を得ても何も変わらないと思うけど。僕だって好きでやってるわけじゃない。父上や国民の期待を裏切らないためにはこうするしかないんだ。そう、あなたはそうやって生きていくのね。お前たち、行くぞ。この王者は全く。これで正しかったのかわからねえな。あんたの言う通り、あのヘボ王子はこの王者何も変わらない気がするぜ。でも、あの子は今の自分に満足していない。何かきっかけさえあれば、もしかしたら化けるかもね。私はそろそろ行くわ。旅の途中で見かけたら挨拶ぐらいしてね。それじゃ、アデュー。まあ、実況でもなければね。あのシルビアがいる間にこの砂漠でしばらく修行するっていうのもいいかもしれないですよね。この砂漠どうやらなメタルスライム出てくるみたいですしね。はい。というわけで、とりあえず、砂漠の殺し屋、デスコピオンをなんとか、捕らえることができました。まあ、結果的にファーリス王子全く手を出さず、ビビってただけでね、情けだったらありゃしないっていう状態ですけれども。まあ、シェルビアの一言が彼にね、何かこう、きっかけを与えてくれるといいんですけれども、それはまた次回、見ていこうかなと思います。というわけで、今回はここまでですね。あわゆくば次回の撮影までに、ワイバーンドッグの、クエストをクリアできたらなぁと思うんですけれども、まあ、頑張ってみます。はい。では、ドラゴンクエスト11実況プレイのパート16、最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さんまで見てくれなー。